こんにちは。ケンジからの3つの教え解説の時間です。本日は411ページから解説していきます。顧客に対し継続的にアンケートによるフィードバックを受けている企業は非常に少ないと言えます。また社員に対して社員満足度を知るためのアンケートも同様に実施することは非常に勇気がいります。人間は悪い事実を直視したくないものです。実際私もこれが継続的に実施できるようになるまでには相当の年月がかかりました。今は顧客と社員に対するアンケートは最も重要な経営指標と考えられるようになりました。それは自分たちで気づくことができないことを相手から直接教えていただける非常な大切なツールだからです。企業にとって最悪なケースは顧客からクレームをもらうことではなく、サイレントクレーマーとして何も言わず顧客に見限られ立ち去られることです。顧客が立ち去った真の理由を把握することができず、自社の悪い部分を修正できないため、さらなる悪いものを継続させて悪い結果を出し続けることです。そしてその事実にすら自分が気づかないことです。ぜひ勇気を持って顧客と社員へのアンケートを継続的に実施してください。真摯に改善すれば非常に大きな成果が得られます。ここまでの解説を久野会長お願いします。はい、こんにちは、久野です。まあお客さんからのアンケートね、まあいろんなこと言われるとね、担当してる社員もねショック受ける。でうちのインド人のマネージャーがね、まあお客さんからアンケート取って、でまあ悪いフィードバックをもらって、それを担当の社員に言うとね、もうすごいショックを受けて辞めちゃうから、うん、なかなか見せられないとかね、うん、でもここをね変えないとお客様を失っちゃうでしょ。社員がショック受けるよりも前にもうすでに顧客がショック受けてるわけだから、うん、それを言ってモチベーションがもし下がるっていうんであれば、もうしょうがないよね。それそこで見せないとかってねないな。いや社員は頑張ってるからって、どっちをね守りたいのって。えどう思う、社員も気づかない可能性がありますもんね、開示しないと。まあね、で開示されるとねショック受けるらしい。まあそれはショックだろうけど、それをね真摯に受け止められるかどうかがね、まあ人としての成長で、まあ、知らないって状態でね成長しないじゃないですか。そうすると悪いことを繰り返しちゃうしね。だから私はそういう意味ではね、お客さんからのアンケートっていうのは社員にもちゃんともう明確にフィードバックして、どこが問題だったのか、まあ、うちの特に海外もね、もう悪いフィードバックもらったら改善するしかないよね。それがベストだと思う。だからね、社員のねアンケートもね、これもねやっぱりね民度が低いと悪い結果が返ってくるね。例えば会社の目標っていうのは共有されてますかみたいな、いやされてませんっていうのは簡単じゃん。だけどじゃあされてないって思うんであれば、自分がするようにどういう働きかけをかけたのかって問いかけがいるのよ。されてませんだけだったら、あなたの問いかけは何なのってなるわけで、じゃあ自分がされてないって思うんであれば、自分がされてないものに対しての行動が問われてるわけで、この行動のある会社っていうのはね、この質問が次にされてるってなるわけで、社員側の行動がない会社はされてないで終わっちゃうわけだからね、ここのね自分の社員の民度ってことを考えた時に、私も最初ね、ああ確かに取っても意味ないなと、今のうちの会社のレベルからしてもねと思ってた。でもだんだんね、ではこれの意味っていった一つずつどうなのかってところを、まあ、もうちょっと徹底的にディスカッションしてみようかな。これ悪い結果でも別にいいんですけど、その結果じゃあ自分がどういう働きかけをするのかっていう責任範囲の広げ方なんだよね。
で、これがある会社はいい会社になっていくし、アンケート結果も結局良くなるのかな。どんだけ施してもね、あまりね効果ってないのかなっていう私は気がしてる。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。